山口凛太郎です。ゲロのサルボボ神社に来ております。これはですね、飛騨牛なんですね。ここに巨大サルボボ2体目入っています。3体目の巨大サルボボ、毘沙門天、恵比寿毘沙門天。これが福禄寿ですか。あ、サルボボ神社です。エマもいっぱい飼ってますね。健康とか家族円満。おみくじがあって、サルボボさん、これがどう数えても6体しかない。これ寿老像、布袋さん、これもう一体どっかにいるんでしょうか。おかしいなぁ。サルボボ神社ですと。サルボボさんですね。そして足湯で楽しめるようになっています。足湯の方にはおみくじ、おみくじいる。